元村天守。元村天守とは、日本の城の天守のうち、江戸時代、またはそれ以前に建設され、現代まで保存されている天守のことである。これ以外に存在する天守には、復元天守、復興天守、模擬天守がある。元村天守は、必ずしも創建当時の建物をそのまま、保存されているものということではなく、などである。またこのくくりには、尊城当時、 五三海らなどと呼ばれていたらで、事実上の天守も含まれている。また、西が、谷康弘のように、熊本城、宇都らと大須城、台所櫓、高ぐらを小天守と、位置づて、現存天守とすることもある。城の象徴である天守は、織田信長に始まったとも言われ、関ヶ原の戦い前後に、築城の最盛期を迎えるが、 江戸幕府の一国一条例による破却で上閣の数は減少するとともに、武家諸法度により新たな築城や増改築は禁止された。また、江戸時代を通じて災害などによる消失や倒壊によって、その後は再建されなかった天守もあったため、江戸城、大阪城など、その数は減少の一途であった。しかも、幕末から明治にかけての戦乱や明治政府の 廃条令に伴う撤去、また天災や第二次世界大戦、太平洋戦争での空襲などにより、さらに失われた。1940年代までは20条の天守が現存し、戦前、廃戦直後までは国宝保存法で国宝などの文化財に指定され、現存天守と呼ばれていた。これらのうち1945年、昭和20年にアメリカ軍の攻撃によって、 水戸城、大垣城、名古屋城、和歌山城、岡山城、福山城、広島城の7条の天守が消失し、1949年、昭和24年に失火によって、正木城,城天守が消失した。現在、文化財として見ることができる天守は主に残る12条の天守のみとなっており、現存12天守と総称される。経緯で述べられているように、 20カ所の現存天守のうち8カ所の天守が1940年代に消失したため、現在は12カ所の天守が現存する。いずれも文化財保護法に基づいて、国宝か重要文化財に指定され保存されている古建築である。このうち国宝に指定されている松本城、犬山城、彦根城、姫路城の4つの天守は、国宝四城と呼ばれる。 国宝上各都市観光協議会による名称。また国の重要文化財に指定されている八つの天守は十分八条と呼ばれることがある。2015年7月8日には、松江城の天守も国宝に指定されたが、指定されてから日が浅いため、国宝五条、十分七条という呼び方は、まだ広まっていない。これらは、一般的に近現代に再建された天守とを比較して、 本物の城、天守などと言われることがある。これらの維持、保存には、文化庁の指導のもと釘一本に至るまで、伝統的な城郭建築の技を求められるため、多額の経費が必要である。なお、ちょうど十二条あるため、カレンダーの背景に使われることもある。以下に、それぞれの天守の概要を挙げる。詳細については、それぞれの城の記事を参照のこと。順序は、 日本百名城に従い、代表文章は全国城郭管理者協議会による。また、審判、普代、戸様は、名人新事の区別で、国高は1863年、文久三年の幕府調べによる。天守の建造年は、現在見られる建物が建造された年を示す。それ以前の建物の建造年や構造については、それぞれの城の記事を参照のこと。 独立式相当型33階の天守で、現在の現存天守の中では、日本最北活災東端の地にある。1627年、寛永4年に落雷により、天守を消失した後、1810年、文化7年に幕府に羽ばかって、名目上矢倉とて33階相当型構造で、新築したもので、53階矢倉と名付けられた。城外側にたる東。 南面には、霧妻ハフを二重に重ねて、手窓や出張を設け、窓の代わりに矢様を用いた構えであるが、城内側にあたるにし、北面には、天守建築の特徴の一つであるハフがなく、連続した窓が開けられている。また、凍結に対応するために、シャチや屋根は、銅瓦、木型の上に銅板を貼り付けているものが用られている。 相当型56階の大天守と34階の干渉天守、二重の辰見ぐらと月見やぐらを付属させた複合連結式の天守で、現存12天守の中では唯一平白の天守である。破風が少なく、黒塗りの下見板が巡らされているため、漆黒で乾燥な外観であるが、複合連結式であるため見る角度によって異なる、印象の衣装を見ることができる。 独立式暴露型23階の天守で、最古の原尊天守とする説もある。1948年、昭和23年の福井地震により倒壊したが、元の古材を80%近く使用して1955年、昭和30年に再建された。飾り街、めぐる園と降乱を有し、原尊12天守の中では、最高がよく室内が明るい天屋、 凍結で割れてしまう粘土瓦の代わりに石瓦が吹かれている石のシャチも展示ことなどの特徴がある。複合式ボー型三型34階地下2階の天守で大入りもや屋根の建築の上に外めぐる縁側を突出させた小規模なボーを上げた形状は丸岡城天守と同様である。この天守は最上階に実用的な外めぐる縁と降乱が付けられ、 火灯窓も付けられているが、実際は窓ではなく装飾である。小屋裏となる3階にも灯派筆で窓を設けるなどの、最高が考慮されている。複合式暴露型33階地下1階の、天守で、幕府の不審、天下不審による、飾りめぐる縁と降乱を持ち、霧妻ハフ、入りもやハフ、千鳥破フ、灯派布が組み合った。 複雑な構造美と輪郭の荘厳な景観の一生となっている。また、文読、慶長の役の際に、朝鮮半島に作られた和城にも見られる、上石垣、縦石垣や大名庭園、元宮園も現存する。暴露型五十六階地下一階の大天守と三重の小天守三基を二重の多門櫓で連結させた連立式の天守で、 日本国内最大の原村天守である。白漆喰で塗られた白亜の外壁と屋根やハグの構成美の上、見る方向により異なった趣向きとなる連立式であり、また、桃山後期から江戸初期当時の作事、建築の技を現代に伝える代表的な城郭と言われている。また、原村十二天守で唯一天守内に神社、お阪部神社と川屋がある。 複合式防老型56階の天守で、内部に井戸がある唯一の現存天守。外装は黒い下見板張りで、最上階には内ち巡る縁と降乱を有し、シャチは木造同板張りである。2階見つけられた石落としなどの装備の点でも、極めて実践的な作りであり、漆黒の武骨早朝内装となっている。渡りやぐらは失ってはいるが、 複合式相当型二十二階の天守で、現存天守の中では最も規模が小さい、高さ約十一メートル。現存建築の残る山城の遺構としては、備中松山城の例のみである。天守一階に、いろが現存し、外観は、東派筆窓や最上階の出格子の窓などにより、重厚内装を醸し出している。独立式相当型三十三階の天守で、 高さは、約14.5メートルと広崎城天守。高さ約14.4メートルの次に低い三重天守で、あるが、総高66メートルある総石垣の城の頂上に建てられている。一国一条例により、廃城になったが、1660年、万治3年に、五三海櫓として建造された。最上獣の屋根は、平側面、南北面に、 入りも屋屋根の妻側を向け二重目の北面に、高等破布を一つ付けた外観はものを大きく見せる、ためと見た目を重視したためである。相当型三十三階地下一階の大天守と二重の、小天守一期、二重矢倉二期を、多門矢倉で連結した、連立式の天守で、平山城の飛行において最も高い位置にある、現存天守、標高約160メートルである。 天守丸の上に築かれた構造の天守は、黒船来航の翌年、将軍徳川家とゆかりのある松平家により、復興されたもので、現存12天守で唯一、追記手として、青いの御門が付されており、また、日本では最も新しい日本式城郭建築の天守である。一重二重を、下見板張り、三重目は、白漆喰の塗られた外壁に、 飾りの外巡る縁と降欄が付けられている。大天守閣会は天井が張られ床の間が設けられている。また、上り石垣、縦石垣や土上のための城山作道がある。また、愛媛県は原村天守が複数2箇所ある唯一の都道府県である。独立式相当型33階の天守で日本最南最西端にある原村天守。 白漆喰の塗られた外壁やハフト、屋根、青銅製のシャチなどの調和がよく取れた衣装である。また、原村十二天守の中で、唯一、城内に生じた手具が残っている。大名庭園である、天社園も原尊している。独立式防老型良い六階の天守で、天守台がなく、本丸御殿原尊に、入り口がある、原尊天守。年。 元久4年に再建されたものであるが、白漆喰で塗られた外壁に、二重目の大入りもやや、千鳥ハフ、軒頭ハフ、実用的な外巡る縁と、木星コーランや大きな引き戸が付けられた古式で、開放的な衣装である。最上重屋根大ね上と二重目大入りもや屋根の、大ね上には、正動性のシャチがあられている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。